畳。畳は、日本で利用されている、伝統的な床材。新材になる、板状の畳床の表面を、イグサを編み込んでできた敷物状の畳表でくるんで、作る。縁には畳表を止めるためと装飾を兼ねて、畳べりと呼ばれる帯状の布を縫い付けるが、一部には、縁のない畳もある。畳には、縦横比が2、1になっている。 長方形の一乗サイズと、これを横半分にした正方形の半乗サイズの2種類がある。以下の記述は特に断らない限り一乗サイズに関するもの。大きさは3尺6尺 910mm1820mm1.6562m のものが基本となるが、部屋の寸法に合わせて注文生産される場合が一般的なので、サイズは一定していない。 一般的な規格としては、京馬、本馬、中京館、36件、江戸館、関東館、田舎館、58件、団地館、公団サイズ、56件の4種類が有名である。この他にも、地域ごとに、様々な規格が存在する。畳は、世界に、類いがない日本固有の文化である。畳の原点は、古代から存在する。古代の畳は、むしろ、 小座、小母などの薄い敷物の総称であり、使用しないときは、畳んで、部屋の隅に置いたことから、動詞である、畳むが名詞化して、畳になったのが畳の語源とされる。現代の畳に近づくのは、平安時代に入ってからであり、厚みが加わるとともに部屋に据え置いて、使うようになり、大きさの規格化が進められている。演技式では、階級により大きさや、 円の色が定められている。平安時代までは板床に敷くクッションの一種のような感覚で使われていたが、室町時代に入ると、書院作りの登場によって部屋全体に畳を敷く様式が現れ、移動されることがなくなった畳は、より分厚く重くなり、作動の拡大に伴い、星座と共に普及していった。江戸時代に入ると、畳そのものが重要な建築物の要素として、 見なされるようになり、城や屋敷の改修工事を司る役職として、畳奉行が任命される例も見られた。最近は生活の洋風化に伴い畳を敷き詰めるのではなく、平安時代のように、薄い畳をクッションとして一枚から数枚、程度板間に置く、という形が復活しつつある。乾燥させたいなわらを強く圧縮して縫い留め、 厚さ5センチメートル程度、標準的には5 5センチメートルの板状に加工するのが最も伝統的な製法であり、藁とこと呼ばれる。稲作の副産物として生じる稲荒を有効に活用したもので、適度な弾力性、高い保温性、室内の調湿作用や空気浄化作用など高い機能を持つ。しかし、近年では材料の入手が困難であること。 製造が難しいこと、重くて、取扱いが面倒であること、ダニ等の害虫が繁殖しやすいこと、カビが生えやすいこと、などの理由から新素材が利用される場合が多い。木材のチップを圧縮成形したインシュレーションボードや発泡スチロールを短板あるいは、積層させたもので、建材畳床、または化学床と呼ばれる。踏み心地や通気性では藁床に及ばないと、 言われているる。が、安価で軽く、開花への防音性能に優れるイグサ、または、七刀院の茎を乾燥させて折ったござで、さまざまな折り方がある。イグサを横糸、浅糸仮面紙を縦糸にして折り上げるが、ほとんどは一目の中に縦糸を2本ずつ折り込んだ、もろ目表といわれる折り方である。縁なし畳には、一目に縦糸を1本ずつ折り込んだ目積表という。 折り方のものが用される。年月が経つと擦り切れるため、業界団体などは3年から5年に一度を目安に、畳から剥がして、ひっくり返したり、裏返し、新たなものに張り替える、表替えことを進めている。飲食店では、タバコの焼け焦げや食べこぼしなどで、傷がついたりシミができることがある。それを見込んで、近年は深夜に表替えを行う畳屋がある。 畳表は、畳どこと異なり現在でも、天然素材が一般的だが、合成繊維を折った畳表や、合成樹脂の表面に、畳の目を片押ししたシート状の畳表もある。古く日焼けした畳表を、新品のように色鮮やかに見せるため、常用塗料あるいは畳ワックスが塗られる場合もある。これらは安価かつ入手が容易で、専門知識が不要で誰でも、 簡単に処理ができるた、賃貸住宅や公共施設等を中心に広く利用されている。一般的に畳床を畳表で包むとき、長手方向には畳表を巻きつけて、裏側で畳床に縫い付ける。この側面部をかまちというが、横方向は畳床の幅に合わせて畳表を切り揃えてしまう。切り離しのままでは畳表が固定されないので、 畳べりで切り口を隠すと同時に畳床に縫い付けて止める。畳床を畳表で包むときに縦方向だけでなく横方向にも巻き付けて折り込むように裏側で縫い付けると円なし畳となる。ただし一般的な畳表、もろ目表を横方向に巻き付けようとしても横いと言いグさが鋭角的に折れ曲がってしまいうまくいかない。円なし畳の場合には 折り目が積んでいる目積表が一般的に利用される。畳べりは目立つので色や柄で部屋の雰囲気が大きく変わる。昔は身分等によって利用できる畳べりに制限があった。日本家屋では畳の枚数で部屋の大きさが示されるように畳の寸法が重要で基準寸法、モデュールとなっている。この畳の寸法にはいろなものがあり、 差が生じる原因は二つある。一つは、基準となる一軒の寸法が異なることである。大閤検知の時は一軒は六尺三寸であったが、江戸時代になると六尺が中心となった。もう一つの違いは、畳を基準とする畳割りか、それとも柱を基準とする柱割りかである。当初は畳割りであったが、江戸時代になると柱割りが主体となった。 畳割りの場合、どの部屋でも畳の寸法は同じになる。一方、柱割りの場合は、部屋の大きさ、畳の枚数や、柱、敷居の寸法により、畳の寸法が微妙に異なることとなる。上記のように、畳のサイズには、いろいろなものがある。畳のサイズに、違いが出たのは、もともと一件という、年具枚を明確にするための検知における寸法の、 違いの影響が大きい。秀吉の時代、太閤検地には、これが六尺三寸であったが、江戸時代には六尺として、事実上の増税となった。当時は、この一軒の検知座を、軒座を基準にして、建物を作ったと考えられ、ほとんどの造作物がこの竿の長さを一つの単位とすることになる。これによって、畳も、おおよその平均ができ、間と言われるサイズが多くなった。 なお、江戸時代に六尺と短くされた背景には、面積あたりの米の収穫量が高まったことがあるとも言われている。もう一つの違いが、家を生産するシステムの違いで、畳の寸法を基準とする、畳割りか、それとも柱芯、柱の中心のこと間の距離を基準とする、柱割りか、である。一般的に柱割りの方が、大工による作業の能率が高い。 その理由は、畳割りによる設計で代償様々な部屋を並べて、行くと、柱芯の筋が合わなくなるという問題が生じるかで、ある。したがって、柱割りの方が、より近代的な生産システムに対応したものだと、考えられる。なお、家は、工場で生産されるものではなく、現場で一品生産されるため、実際には各部屋のサイズにはどうしても、わずかの差が生じ、 正確な長方形とは言えない場合も少なくない。このため、現実には、畳の寸法は一枚ずつ、微妙に異なり、畳の表替えを行った場合、元の位置に置かなければ、ぴったりとは合わないことが普通である。最近では、住宅の広告等で部屋の広さを表す目安として、リビング12.3畳、寝室6.7畳、畳ではないといった表記を目にすることがよくある。 これは畳を部屋の広さの基準にすることは厳密には無理があるため単純に畳の枚数を表す畳ではなく上を用いることによって誤解を防ぎ業界ルールとして1条を1.62平方メートルと定めて広告などに別記してある場合も多い不動産公正取引協議会連合会では1.62平方メートル以上の広さを1条とすることとしている この1.62メートルは各室の壁神面積を乗数で除した数値である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。